この先に進んでいけば、私を苦しめた犠牲体がいる。その名は、その名は、竜と三が合体して、竜ぞ、倒すぞ、やるぞ、声がうるさいぞ、ステイ。ねえ、ここで戦った後なのか、戦っている前なのか、でも戦った後だろうね、ここに関しては。あそこ扉閉まってるけど、なんかそういうのがわかるあれがあればいいんだけど、あ、でも前か。前だな、多分。じゃなかった、死体が残ってないと、あれだもんね、おかしいもんね。一応死体残ってるって設定だもんね。ぎゅっと。はい。ということで、これまで長らく大変苦しめられてきたですね、ベサンタさんこと、ユーゾー。私、倒したと思う。もう見えないところからチラ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 見てるんだったら、わざわざ姿出さないでさ、暗殺計画立てたらいいね。Come on now. まあ、なんというか、上司たちは、こう、爪が甘いよね。うん、ここでね、まさかね、こう、一緒に取り込まれたっていうのが原作だったけど、ちゃんともう一人のね、役割を与えてくれるっていうのが、よし。注意。こいつ。くる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 、あー、綺麗なお召し物が汚れてしまいますよ。そんなこと、ぐっ、よくよく考えたらこれでまあ落ちかけてたとえ引っ張るだけでこういけるっていうのは、あの吸引力の衰えないただ一つのブックショットなのか、それともエイダの腕力が半端なかったっていうことなのか、そして服がなぜそうやってボロボロに、あー違う、ちゃんと落ちてるだけか、破れて落ちてるっていうだけ、なるほどね。さあ、登場時間約2分から3分にもかかわらず、戦闘時間1秒終わりでございます。さあ、お疲れ様でございました。ごめんね、ちょっとじっくり観察でもしてみる。なんかでもこれさ、ドラゴンボールとかに出てきそう。いや、あの別にそんな、あの私とかね、あの、なんかあの、第三形態までなんかあの、変異するようなやつのことを言ってるわけじゃなくてですね。でもこれ、あれなんかあれっぽい。あいつ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 、あの、800キリのやつ。800キリのやつって、なんか言い方があれだけど。あ、なんだったっけ。あー、忘れたな。あの、魔導士、バビデか、だってか、ビビデか、ビビデのさ、宇宙船に乗ってやってきたやつ。で、あの、2回戦で戦うやつ。あの、重力10倍の後に戦うやつ。結局なんか光の食べ過ぎてお亡くなりになってしまうんだけどさ、なんで光の食べ過ぎてお腹いっぱいお亡くなりって。おい、おしまい。個性的な姿。個性的なのにね。いやー、ちょっとごめん。なんか今回はあれだね、本編よりもムービーシーンの方が長くなっちゃいそうな、なわけないけどさ。あ、やばいやばいやばい。こう矢印がなくなったらあれなんだね。あ、やばいよ。急なし。あれ、ちょっと待って、今パンティーラインじゃなかった？もうそういうとこばっか見てくからさ。上。さあ、これどうなる？あれ、踏むんだったっけ？銃で撃つんだっけ？あ、踏むんだった。あ、ちっこ。まあ、そっか。そりゃそっか。口から出てくられたもんね。To find Louise. To find Louise. パンティーラインが見えなかった。あれ？そして、これか？違うな、わかんない。ほら、あ、でもないか。ない、ラインがないってことは、これあれだね、ティーバックはノーパンっていうところだよね。美しい。アイテムもいっか。お金は、大事、あ、回復薬だけ。あ、あったあったあった。よいしょ。あ、でもこれしれっとあれだな。足ちゃんとついてんだな。気づかなかったけど、戦ってるときは。あ、ここについてるじゃん、ちゃんと。こいつもあれだんだな、歩く糧にさせられてたっていう感じなんだね。あ、なんだなんだ。アイダー、そうだそうだ。クラウザー。クラウザー。誰？実は裏でこんなことをやってたってことだったね。で、うぬっ。背中をあんだけ深く一突きされたら、そりゃ無理だよね。残念ながらね。それでもあれなんだね。アンバー。What are you saying? よいしょと。それでもアンバーを心配するっていう。
でもあれだよね、最後のさ、こう瞬間っていうのはやっぱり人の話が頭に入らないで、自分のやっぱ何か残したいもののために話すっていう感じなんですね。これレアーンって喋るシーンってあったっけ。やれやれ、これね、よいしょーと、さあ煙どうなる？まあ普通にムービーシーンだからあれか。あれ？クラウザーもそうだ。変えてたの忘れてた。ロイス、The goodbye's gonna have to wait。ウェスカーがルイス助けてるよ。そうだよ。で、時計塔に行って、そうだ、クラウザークッパから変えたんだったっけな。いや、なんかクッパと、クマのクラウザーがそれぞれいて、クッパにしたけど、なんか面白くなかった。You're not getting away. ただの食い逃げ犯や。森の中へお帰り。ねえ、いいな、これがあったらあの中のよくわかんない像を、ねえ、倒したりとかそんなんしなくても済んだってことだよね。They took your friend to the top of the clock tower. If you hurry,You might get there before she turns into one of them. Ah, so you aren't heartless after all. I guess I should be thankful. Zack's fault. Yeah, you should. まあ、ルイスがあれね。あの、二人をつなぐ関係性だったもんね。Now, back to Krauser. じゃあ行くか。クラウザーっていう存在はもともと知ってたのかな？ねえ、まあ前作ではさ、ほら、一緒のアメリカのスティーっていうことでさ、戦ったりとか、戦う。一緒にそのスパイとして働いていたっていうのはあるけど、今回に関してはただの敵だもんね。あやばいやばい、食い逃げが、あれだよ、あの、や、山の鮭をパクって逃げているクマみたいな感じになってる。急げ急げ、うわっ、よいしょ、残る、この曲お金やっぱプロフェッショナルになった方が高額なお金が出てくるのかな。なんかあんまそんな気もしないんだけど、どうなの？何でこの野郎、爆風の範囲狭っ。あ、そっちの取るんだけどさ、いた、ほい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 、さあ時間制限です。急げ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 。フルッと。さあ急げ。ああ、なんだ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 。ほい。あば、これ間に合う。間に合わない。これあれだ、ロケランを撃つ暇がないんだな。ロケランを撃つ暇があったらさっさと行けみたいな、そんな感じなんだろうな。しまったな。くそ。これ意外とあれだね。シビアだね。だから、そのプロフェッショナルとか、あ、じゃない、4時間半だったっけ、なんか、ロケラン取らなきゃいけない、あ、ロケランじゃない、無限武器手に入れたりとか、普通にこっから行けばいいのにと思うけどね、行けんじゃないの。なんか明らかにその別の難易度と比べると、落ちるスピードが速い気がする。やっぱ速いよな。ふっ。オッケー。ロケランを撃ったことによってもう時間が全く一瞬でなくなっちまったって、そんな感じか。 OK I can feel、 あんたできるやつだろ。そうです、私できる女でございます。回復ブロックはあれだな。ほい、ジュシ、遠慮なく、またあの起きた、よっ、もう一体なんか可愛い可愛い女の子がいた気がするんだけど、あ、来た来た来た、女の子ー、男の子ー、イライラ、盾はいらん、全然盾はいらん、うん、もう可愛い女の子に囲まれて生活がしたい。あ、もうすでに囲まれて生活してたわ、うん、愛する愛する奥様と可愛い可愛い娘ちゃんに囲まれて私は生活中、急に何の話だ。よし、じゃあ登っていきましょう。どんどん伸びるよ、鼻の下。ズンズンズズズンズンズズン。
あ、でもこの間ちょっと前だけど、昔いた会社の同僚と自分入れて6人で飲んだんですよ。で、うち1人だけ女の子だったんだけど、何個下だったかな、4歳下くらいかな、女の子だったんですけど、なんかあの、やっぱお付き合いするなら楽しい人がいいですとかって言われて、で、僕とね、もう一人の人がね、あの大阪人だったんですけど、やっぱお付き合いするならそんな感じの、あのなんか一緒にしょうもないことを言い合ったりボケたりなんかそういうのができる関係の人がいいですみたいなことを言われてですね、あ、俺で、その子がね、またね、可愛い子なのよ。あれ、なんかどっかでシー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 言ってる。あれ、どっかいる。おお、いらっしゃいませ。どっちにいるの方から来てやろう。こっち行っちゃうとあれだから、こっちのお宝物を取っていかなきゃいけない。で、27分の22だもんね。だから今どこから場所って言わなかった。見ません、心なしかちょっと早い、うん、結構ね、個人的にはね、まあ可愛いなと思う子だからさ、うん、なんかこう男としての自信がついたというか、うん、それはね、でもね、そのもう一人の大阪の人もね、言ってた。なんか、こんなにこう、まあ、男としてなんか見てもらえるっていう機会がないから、なんか自信ついたよね。自信ついた、ついた。え、嘘やん！あぁ！どうなった、どうなる、どうなる、コンティニュー、すげえ嫌な予感がする。え、待って、ここの城壁が映ってるってことはもう考えられることは一つだよね。まさか真っ赤さ。え、ちょっと待って、ロードが長くてすげえ心配になるんだけど、やめて、やめて、よして触らないで赤がつくから。あんたなんか嫌いよ、プロフェッショナル。まさかけど、ということで、やっちまったなぁ。一旦じゃあ、あの石土のあるところまでカットします。またね。レベンジマッチということで戻ってきましたよ。このチャプターのスタートからここまで、もう同じ過ちは繰り返せないということで慎重にやっていきましょう。まずは復讐のお時間です。お前にではないけどな。別に復讐したいの。うい、あ、あれ、あ、ちょっと待って、銃を、あれ、ちょっと待って。ワンカワンチャー発射してくれないんちゃう。あ、しゃ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 、いる上から、あれ、ちょ、 OK で、くるって折り返るとやつらが来ている。このやつだけだったわ。一人だっけ、一人だけ。よし、いけ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 、パンダ。あ、しゃ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 、やっぱなんか気持ち落ちてくんの早いんじゃねえかね。これ行ったら死ぬんだよ。でん、長い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 、早い早い早い。いや、もう本当にあれ、もう終わった時にさ、もうこれ終盤じゃん、チャプターのスタートからってなった時ね、ガチで絶望だったよね。で、あ、違う、 こちら本当に、あ、絶望とはこのことかみたいな。 あれよし、登ってったところを発射。えって、うまっ、いい棒、棒が刺さったからうまい棒。あぶれ、これギリ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 出す。よし、発射準備オーライ。いけ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 、からのちょいちょい、オッケー、二発目も見舞いされた。あ、ギリあれだ、全部か、裕福、オッケー。よし、さあ残りちょっと、油断大敵、雨あられ、グーチョキパーで何作ろう。あぶれ、
ヒュッ、遅い球が。で、あの辺りかな、あれかな、よいしょ。 OK、 残髪。上からめっちゃ降ってきた。で、来てるから先に先手を打っておきましょう。縦もこんなこんなのくで、なだ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 、あふう言ってる。あ、来てる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 、やばいやばいやばい、バグってるバグってるバグってる。ちょっと待ってちょっと待って、落ち着け落ち着け落ち着け、落ち着くのじゃ俺がな。で、おい、来ているから先に先手、オッケー、もうやれ、おいちょっぺい、カバー、いて、え、長くない。そして変化球投げてきやがった、これやろ、ナックルやろうか。あ、やばいやばい、これはまずい。よかった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 、これこれ、なんか、え、後ろ、あ、めっちゃ後ろから来てるわん、正面からは来てないわん。やばいな、パソコンが超絶重いな、これ。ちょっとゲームのやりすぎか。いや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 、これはあれだな、あの、そっち2周目、2周目というか、あの、1回死んだことによる試練を私は与えられているという、そう見るしかないよね。 OK! ふぅー Get you! で、こっち行って、もう来ないよね。いや、めっちゃいるわん、めっちゃいるわん。足音っぽいの聞こえてきただけで、まさか来てたとは。つい、いや、爆発したん、肉体はすべて残ってるし、普通に。ああ、あれ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 、緑に生えてる草、あ、あっちの方にいるのかな、敵たちって。ああ、いないんだね、へえ、へえ、全然興味がないみたいな感じになっちゃってるけど、まあ、興味ないんだけどね、別に敵がいようがいまいか関係ない。ティーから仕方ないから、はしご登って、チラッと上を見て、さあ行こうか、チュイ、ウィースタッド、オッケー、スタッドレス。それはタイヤ、別にタイヤの話題でもダイヤの話題でも屋台でも話題しなかったからな。もう格好がお前だけまともだな、もうここまで来たらお前だけまともなんだよ、サドラーが。むしろか上から見てた時にこう見えてるね、協力感謝するわ、彼は使えるのよ。そう、まあ残念ながらレオンっていう名前じゃなくなってるけどな。レオン・S・ケネディからアルバート・ウェスカーに、ドフー、こっち側だから、ここに樽がないのはあれだね、レオン側の方で用意してあげてるからっていうこと。あ、ちょっと待って、まさかの宝物。ああ、よかったよかったよかった。あれ、ストップンシーズ、あ、27分の24、あれ、宝物全然取れてない、もしかして。嘘、この先でだって1個しかないよね。ええ、あ、なんか残ってある、こいつなんだ、これで25、26、え、7、どこは、ひ、やばい、見つからない。もうでも今さら戻ることもできない。そう、終わった、くさあ、仕方ない、もうこうなったらもう横乳眺めるしかないな。なんだ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 、あれ、あんた今戦ってんじゃないの、いつの間にサングラスかけたの。なんか、あの、あれでしょ、汚い上司と戦ってる、汚くてちっぽっぽい上司と戦ってる。いいね、目いっちゃってるよ、ちょっと若干、ちょっと若干もだいたい同じ意味だけどね。こっちは間違えた、こっちだ。 Understood. Understood. かっこいいな、よし、じゃあ行くか。またあろう、またの好き、おまた好き、おまた好きです、発射。さあ、これでどうなる、おしまいかな、おまた、あ、めっちゃいる、オーケー、砕け散り、奥から来るだろう、ほい、なんかそれっぽい声聞こえてきてたな、来た、怖えな、みんな静かに、大きい声だったら勝て、はしゃー、あ、じじじ、下手くそだった、いる、あ、オッケーオッケーオッケー、もうなんか急にただただクソやかましいおっさんがなんか叫び始めるっていうね、うん、やっぱなんかゲームやるからにはね、いろいろとこうやっぱテンション高く
上げ上げで行かないといけないですよね。うん、上げ上げピッピ、上げピッピ。ネズミも一緒にチューン。伏せ。お手待て。チンチン。あ、びっくりした。誰か兵こいたのかと思った、本当にもう。やめてよ。早いな。あれ、あんなに早かったっけ？あ、そして銃が構えられなくなってなかったことはない。え？あ、ボートの音か。これさ、普通にさ、岩にずっしんってなってやばくない？めっちゃ傷ついてそうな感じがするけど。ということで、取ったところで、ラッテのトッポ。てか、今来た道をさ、こいつのプロフェッショナルの場合さ、あれがあるじゃん。アルマデューラが出てくるわけじゃない。アルマデューラを倒しながらこいつここに来たわけでしょ。まあ、いつ設置したんだって話だけど。ねえ。ということで。Ah, damn it. ダメージ。Looking for something? もう面白いからずっとこのままでいとこうか。この二人のクルージングがどうなるのかって見てみたいよね。本編でもそうしてみよう。ということでね、はい。動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。こんな感じですね。はい。相変わらずの 100% 火だめ3ということで、どこに装備入れ替えるべきは、なるほどね。まあじゃあ、こいつ預けたら、預けるとコカ・コーラじゃなくなるっていうところがまた面白いの、ここのアイコンがね。はい。ってなわけでね、チャプター、無事ではないけれどもクリアすることができました。次回から孤島に乗り込んでいきたいというふうに思いますので、ぜひ最後まで動画ご視聴いただけたら幸いの極みです。ではまたね、次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。